マジャストルは、フランス、プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・ド・イコール・オート・イコール・プロバンス圏のコミューン。定住人口は2人で、地域圏内及び県内で、最も人口の少ないコミューンである。定住地について、初めて文書に記されたのは1040年、デテラ・マクニアストリスとしてである。シャルル・ロスタンによると、マグマイナスは、全員王号ルーツとする名称である。 エルネスト・ネグルによれば、オック・ゴノメイガーとオストラからなっており、村の名は、より大きな運の村となる。それは、幸運を呼ぼうと、縁起のいい名をつけたのだという。シャルル・ロスタンは、ルバンの場合を考慮して、同じようにマジャストルは、ガリアの古い地名であるとする。村は、モンデルニエ山地の中心部、標高1143メートルのところにある。 標高の最高地点は、モンデルニエミネの頂上で、1749メートルである。エストブライス谷沿いの道と、西隣のコミューン、サンジュールからサンジュール峠を通過するルートの二つがある。これらは、地中海性の森林と狭い峡谷を通過する。メゼルというコミューンからマジャストルに達するルートもあり、クロワ峠を通過するか、県道17号線を利用する。 このルートの道幅は狭いが、アスファルト舗装がされている。かつて、ニース・ア・ディーニュ線のポワル・マジャストル駅が、旧村から数キロのところにあったが、2013年に、路線が廃止されている。マジャストルの教会、マジャストルという共同体について記されたのは1040年が、最初である。そこは、ディーニュの大管区内であった。リーズの教会参事会が、 ルバンとマジャストルにある二つの教会に関する収入を得ていた。そこにはサンソブール、サン、ピエールの二つの召集動員もあった。ユグノー戦争の最中である1574年、村はユグノー派によって襲撃され略奪を受けている。総白尺とユベールドバンに率いられたカトリック急進派も1576年に村を襲って略奪している。 フランス革命の間、マジャストルには1792年終わりに結成された愛国者等があった。ポアルとマジャストルはどちらも独立したコミューンであったが、良い関係を保っており、1793年に2つは合併した。県内の多くのコミューンと同様、ルバンとマジャストルはジュール・フェリー法以前から多くの学校を採用していた。1951年、 ルバンとマジャストルが合併した。2009年時点での労働者人口は一人である。地域経済が極端に弱いために、マジャストルにおける雇用は、第一次産業である。2010年終わり、マジャストルの第一次産業は INSEE が定義する4つの作物を算し、給与を支払っていた。フランス農業省の調査によると、2010年時点で、 専業農家はマジャストルに存在していない。商業、サービス業を含む第三次産業は2010年終わりの時点で役場のみである。マジャストルはドローム県ロッシュフル社に次いで国内で2番目に人口の少ないコミューンである。ソス・イヘス、1968年以降 INSEE。ありがとうございます。